ゆくゆくはね、もう場所を選ばず、そうだね、寿司屋からとか、ね、寿司屋からやりたいね。河原からバーベキュー肉を焼きながらとか、なんか転げたりしたくない？河原で痛い痛いかね。まあそんな感じで夢膨らむ、あの広がりんぐな広がりんぐな番組となっておりますので、はい、ぜひぜひチェックしてみてください。お願いします。こちらまでメールお願いします。たぬっぴーよラジオアットマークジュメルドットコムです。それでは早速、最初のコーナーへ行ってみようかなと思います。ズバッと解決しないかも、たぬっぴーよ相談室。チャチャラチャチャラチャチャチャラチャチャラ、はい、これ何これ、まだジングルがないんで手動でいこうかな。そうですね、知らない知らない曲急に歌っちゃった、急だった。というわけで今日もどんなお悩みが来てるんでしょうか。悩める、メールがめっちゃ来てる、すげえ嬉しい、もう全然メールなかったのに。それでは悩める方々ね、悩みをいきましょう。ではまずはるきさんからの、お悩みです。こんばんは。こんばんは。はじめまして。早速ですが悩みを聞いてください、うんうん、私はよくコスプレダンパというイベントに行くのですが、 DJ さんの CD プレイを見て DJ になりたいと思いました。 DJ になるにはどうしたらいいですか、よろしくお願いします。なるほど、これはね、だって DJ ネムキュンだからね、シュピンニュキュン回せるし、キュン、でもね、なんかひねってるし、ひねったりね、ひねったりね、ひねるとこ間違えたりとかして、で他の DJ さんが直してるすいませんここだよ初心者マグになるので、そこにも言ったりします。イエイイエイなんかね、はい、でもね、うん、コスプレダンパの DJ さんってまた特殊なんだよね。違う、難しい。なんか私がやってる DJ とかって、うん、そのま、曲と曲をつないだり、うん、まあこうしたらいいかしらみたいな感じでやってるんですけど、ダンパーの DJ さんってちゃんとこの流行りだったり、うーん、踊らせるって感じなんだよ。そうだよね。なんかクラブとかってフンハ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 って感じなんだけど、だコスプレダンパーとかってなんかもう こういうのでしょ、なんかパラパラみたいな感じだよね。わからんでござるな。難しい。でもだから DJ はね、よくどうやったら DJ になれますか、うん、と聞かれるんですが、うんうんうん、とりあえず、うん、オタクほどできると私は思ってまして、CD 持ってれば持ってるほど、うん、やれることが広がるんで、うんうん、まずはまあ自分が持ってる曲でかけたい曲とかをピックアップしてみて、うん、それとそれがどんな感じにつながったら面白いかなとか、うん、幼女縛りでやってみようとなるほどあるとかね、うん、ツンデレ縛りで、うん、釘ばっかつなぐぞみたいな、いいね、いろいろそういう一回自分で、うん、自分が面白いなみたいなのをお家で考えてみたりして、うん、機材とかはなかなか揃えられないと思いますが、ね、あそこにある秋葉原モグラと言われてもわかんない、うん、ですね、ディアセンスのガーッといてグッといてDJ バーモグラというお店があるんですけど、うん、何曜日だっけ、木曜日だっけ、何だっけ、水曜日だっけ、水曜日だっけ、あのブースレンタルデーっていうのがありまして、うんうん、誰でも DJ ブースをあの借りて DJ 体験ができたり、うん、そこで腕を磨いたりなんかしちゃったりなんかしちゃったりしてっていう日もありますので、うんうん、よかったら一度もぐらの方へ行ってみてはいかがでしょうか。多分いきなり回すのは大変だと思うんですけど、でも教えてくれる人もいるし、 そこに DJ さんがいたりしたら、うん、僕もやりたいんで、うんうん、なかなか教えてくださいって言っても教えてもらえないかもしれないから、うん、こう俺もやりたいんですみたいな思いを伝えるみたいなとりあえず CD があればできるんで、うん、ぜひぜひ皆さんお気軽に挑戦してみてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってね。では続きまして、まもなくおっさんからいただきました。どういうことなの、すごい名前まもなくおっさんありがとう。ねむちゃん、すーさん、こんばんは。こんばんは。最近自分自身に起きている恋の悩みについてぜひご意見を聞かせていただきたいと思います。仕事の関係で11歳も年下の女の子と知り合いました。びっくりした、11歳と知り合ったのかと思ったよコスプレ好きで軽くアニオタな彼女とは暇な時にいつも楽しくおたかい話をして、たまに一緒に食事や映画に行ったりもします。あらまあ、もうデートしてんじゃん ね。そしてついに今日で正式に彼女から熱く告白されました。正直可愛くて若い19歳の彼女は
このおじさんになりつつある僕とは年齢の差がかなり大きいんじゃないかなと思います。考えてから返事をすると場しのぎの言葉で一旦逃げたんですが、正直彼女の声を素直に受け入れるかどうかすごく悩んでます。やっぱり11歳の差は大きいでしょうか。ぜひお二人の意見から助言をいただきたいと思います。ではでは。なー、私たちの助言で決めちゃうの？君の気持ちはどうなんだよ。そうだよ、大事なのはまず間もなくおっさんの気持ちだよ。間もなくおっさんの気持ちはどうなの？この名前嫌だな。間もなくおっさん、間もなくおっさんって、おっさんのね。11歳下だって。でも別に11歳下ってことはおっさんは30歳だよ。30歳でしょ。全然若いじゃん。30歳なんて余裕だよ。だって犯罪じゃないじゃん、もう19なんだから、うん、いけるいける、うんうんうん。私も17歳の時に29歳とかの人に片思いしてたから、割とよくあることでは。よくあるよ、うん、やっぱ大人に憧れる年なんだよね。そうなんだよ。まあだからお付き合いするからにはその憧れのイメージを崩さないよ。おっさんとか言ってる場合じゃない。まあ、このユーモア感はすごい好きだけ ど、めっちゃ押せる。押せるけど、なんかね、そう、でもそう、彼女はきっと彼が大人だからってすごくきっと背伸びをするそうだ、ね、からそういうのね、疲れさせないようにっていうか、まあ大人だからね、目線も合わせてあげられる。そうだよね、と思うんだよね。あれ合わせられるよね。ん？でも11歳さってそこまででもないと思うんだよな。そうだよね、うん、私、うん、11歳と22歳だったら止めるけど。だって私が小6から告白されて、うん、悩んでるみたいな感じなんで。どうしようかな、どうしようかな。ダメだろ。ごめんなさい。ダメだよ。なんかね、徐々に大人になるにつれてね、うん、100歳と9、なんか、まあね、89歳あんま変わんないみたいな、変わんない感じだから。すごい、大丈夫、好きならいいよ、うん、まず自分の気持ちを確かめて、でも好きだったらいいんじゃないかな。いいんじゃないかな。だってね、うん、映画とか行くってなかなかね、本当に好きじゃないと行かないよね。うん、そうだよ、うん、いいことですよ。いいと思います。タヌピオはいい、うん、間もなくおっさんを応援しています。頑張ってください。頑張れ。それではちょっと次のお悩みを。はいはい、ちょっと充電切れそう。はい、というわけで僕の希望の匿名、びっくりしたスーピオネムキュン、おはこんばんちは。おはこんばんちは。とですね、暦の上では秋に近づきつつあるものの、まだまだ残暑の厳しい中、いかがお過ごしでしょうか。ね、バテていませんか。かなりバテてますね。さて、秋といえば先ほどコンビニでキュリン秋味を購入しました。そしてコンビニを出たところで、うん、はい、ね、違う、はっとしてよくよく考えてみると、このビールを買ったのは5のつく人が昨日あたりツイッターにて書き込んでいたからなのではと思い始めました。ほうほうほう、ほうほう、そうです、最近、うん、人が書き込んでいるおにぎりとか、うん、カレーとか、うん、寿司、天ぷら、すき焼きを非常に食べたくなってしまいバクバク食べている毎日なのです。うん、こんな食欲のまま秋を迎えてしまうと太ってしまいそうで心配で心配で、夜しか眠れません。いいんじゃないかな。脳にかして食を制限するいい方法、いわゆるダイエット方法がありましたら、うん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 、ご教授いただきたいなと願います。 PS ビール美味しいです。飲んでんじゃん。なるほど、なるほどね。じゃあもうすり込まれすり込まれしてるわけですね、うん、でもそういうためにさ、幻だな、なんか CM とかでさ、うん、ギャンギャンやってるのってそれだもんね。まあでもさ、夏って食欲のなくなる時期だし、 それに比べたらね、いいんじゃないかな。怖い。なんか来たぞ、なんか来たぞ、なんか来たぞ。まあ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 、もうちょっとね。いや、ダイエット方法か。ダイエット方法は、うん、でもいいんじゃない。なんか私ちょっと太いぐらいの方がいいと思う。そんな。まあでもそうだな、グレープフルーツの匂い嗅ぐといいですよ。ちょっぴりご飯の量ちょっと減らすだけでいいんじゃないかな、うん、なんかちょっと残すといいみたい。うん、じゃあちょっとここでですね、はい、本当なら次のコーナーに行くところなんですけど、
あのなんかちょっとおしゃれしてきてくれた人2人くらいいるみたいなんで気まずいな。お二人ほどおしゃれしてきてくれたんでちょっとね、こうやって紹介した方がいいの？乱入、なんかすげえ写真撮られてる。めっちゃ目つぶっちゃったよ。来たらいいじゃん。はい、というわけで、本当に来たの？すげえ写真撮ってる。めちゃめちゃ写真撮ってる。何のために撮ってる？なんかあれだよね、あの目眩しいわ。何なの？というわけで、うわ、近い近い、これパーコじゃねえの？パーコだよ。そう、それが言いたかった。いやー、キャーすげえ、すげえ眩しいよ。はい、じゃあどうしようかな。あの椅子用意しましょうか。そうですね、空気椅子でいいですか？じゃあですね、はい、なんかわざわざ近いところからはるばるいらっしゃったみたいなんでじゃあご紹介しましょう。はい、モエジャパン代表取締役もふくちゃんと、イエーイ俺が書いたものは必ずヒットする、お富田さんです。その通りやったのか。やばい、これ私すーちゃん映んない、まぶしい。向こう行ってこんばんは。イエーイ。いや、今日はモフトミラジオに来てくださり、本当にその通りに来た。2回目にしてこんな、なんだろこれ、眩しいし、いや面白い。ありがとうございます。今日はお呼びいただきまして、本当に嫌だ。もう今日ゲストのお二人に、はい、あの本当にお土産があって、なんだろう、ありがとうございます。あのリクガメフードのお土産のチャンネルやっちゃいかん。いらねえわ。リクガメの餌、リクガメのね、やばすぎでしょ。びっくりした、なんかもういきなり乗っ取られて噛んでるじゃん。で、ちょっとまあ、2人出てくれるのはいいけど、うん、ちゃんとラジオのこと宣伝してくれました？そうだよ、私たちのしたっけ。いや、何言ってんだよしてないぞ、これ。あなたたちが来いって言ったから来たんじゃないか。切れてるよ。私言ってない。マジ切れだ。いや、なんか2人がね、すごいラジオやりたい熱が高まってる。そうで、これだったら、まあ、タヌピはラジオのゲストなんかいらっしゃってみたらどうですかってちょっと言ったの。そうそう、吉川さんがね、でもね、今日はね、メールもいっぱい来てるし、そうそう、別に全然2人呼ばなくても大丈夫かなって思ってんの。まあ、全然もう時間足りないぐらいなんですよ。足りないなって思ってたんですよ。何って、俺たちむしろ寿司さんまで時間潰してたんだけど。呼ばれてねえぞ。え、それまだこの…なんでリクガメフードじゃなくて、お土産がない、タヌピオフードくれよ。はい、高級チョコレート食べかけ。わー、食べかけだー。じゃじゃーん。これ、あのマーティーフリードマンからいただきました。すげえ。そっか、あのマーティーフリードマンか。あー、ほんとにマーティーフリードマンから。え、わー、ありがとうございます。マーティーギター、なにこの感じ。ありがとう、マーティー。元メガデスのマーティーフリードマン。ありがとうございます。じゃあ今日の提供はマーティフリードマンからいただきました。ね、チョコレートで。チョコレートで。結構すげえぞ、それ。あ、本当に昨日いただいたところ、ね。いただきまーす。ありがとう、マーティ。マーティ、ありがとう。お二人なんか言いたいことあるから来たんじゃないの？あ、何、ラジオで何発信したいの？ね、何したいの？むしゃむしゃ。悪いけど私たち先輩だから。そんな強気なの？そんなだっけ？何発信してるって聞いた。なんか、うちら何年もやってるしな。何発信してるの君たち。何なんですか、本当に。しかもちょっとさ、黄色いさ、マイクなんか緑に染まってきてそれはこれと一緒に置いてたらやばいじゃん。緑になっちゃったの。緑になってんじゃん、黄色い。最後こうなるってことだ。取り込まれてる。また取られてる。何なのこれ。イエーイ。これ面白いね。どうもどうも、これどうやんの。でね、みんなもうよく分かってないからさ、そうだよ、ちゃんと自己紹介とかいろいろないから。そういうことね。そうですね。めっちゃ、それどんどんお悩み来てるのに。お前ら誰だよ。今日読み切れなかったら来週読みますので、ごめんなさいね。はい、まあ来週全然メール少なかったら読めるもんね、うん、思えば前向き、ね、前向きほら、私たちのおかげで視聴者が増えてるじゃない。だって私たち、ね、若干減りましたね。で、私とネムだけで100人いきますから。悪いけど何言ってん、そのうちの10人ぐらい私だよ、ほんとに。少ない少ない、結構1人で10人ね。まあよくわかんないけど、うん、とにかく、まあじゃあお二人の何かあるでしょ。何何なの、なんで来たのところで。わかんない。え、なんかお知らせとかあんじゃないの。お知らせはいっぱい。だってなんか爆竹持ってくんぞみたいな書いてある。なんかね、火つけんぞみたいな、爆竹怖え、延長させんぞみたいな言ってたじゃん。言ってた、そんなの。なんか爆弾発言して帰れば。あー、そっか、うん、あと5分くらいでお願いします。なんかもうなんか5分で出番終わるの。僕の爆弾デリバリーっていうコーナー作ってる。やだやだ、それやだ。5分経ったら
だから今日だけさ2時間スペシャルにすればいいじゃない。なんでそんな1時間にそんなこだわって。あなたたちじゃあさちょっとさ2時から呼ぶからもうちょっと、うん、ちょっと3番いつってうちはもうちょっと視聴者の人とさ、2人はもうツイッターとかでめっちゃ宣伝してよ、うん、なんか損した気分じゃない。なんかあれ寿司三昧で使った金返せって感じで、うん、何言ってんだよ。何これね、この寿司三昧に私たちを呼ばないっていう、ね、恨まれてるね。びっくりはてなんだよね。びっくりだよね、だって私のこれ寿司担当だよ私これ。なんで、ね、の番組お前カレーにぎりどうしたんだよ。私寿司アイドルもやってるから副業で。なんかカレーはカレー、寿司は寿司って言ってたじゃん。そうじゃん、君も寿司や言うて、おにぎりのこと聞いてんのよ、ね、わかんない。ちょっと待って、視聴者置いてけぼりの会話が多くなってきたとか。危ないね、そういうわけで。じゃあ、どうしたらいいの。なんか、じゃあ、うん、うん、なんか2人のことを話そうか。じゃあ、いや、いい、そういうの、そういうの、普段の君たちのことを俺たちが話せばいいんじゃないの。暴露すればいい。まあ別にね、恥ずかしいところもないからね。何にもないですからね。どうぞ。どう何なのこれ自信ない。じゃあもうあんまじゃあこのお二人も交えてお悩み相談をしていきましょう。それいいね、やっぱ人生のパイセンとしてさ。そうですね、いくらでも言えるよ。全く社長なんかなかなかいないからね周りに。すいません、ちょっと本日はちょっと延長してしまうかもしれません。どうしてもこの二人が入りたい。まあ30分程度と思いますので、お悩みどんどん答えていく。はい、じゃあ続きまして匿名希望さんからのお悩みです、うん、DD ってダメなの？ダメなの？ DD とは誰でも大好きの略でございますが、うん、なんか最近さ、うん、DDDD ってのが流行ってんだっけ。どういう意味？あのね、違うんだよ。なんかこの間 AKB48 さんがうちくるに出てて、はいはい、で山ちゃんがファンとして、ファン代表として出てきて、で会話の中で、あ、DD はダメってことですかってなったら、ヒデちゃんが、DD って何？って、うん、誰でも大好きの略です。だからダメなんだよって返して、その場でパッて返して、すごいやん、すげえみたいな。だから DDDD と書いて、誰でも大好き、だからダメなんだよ。という、そう、世界観ではそういう認識なんだ。うん、でもさ、DD ね。そこでさらに、この番組をいつも見てくださって、エドボル先生が、うん、でもどうにもならないって言って、誰でも大好きだからダメなんじゃん。だけどどうでもならない。今ネムちゃん J 入んなかった。ダメなんじゃん、ダメなんじゃん。 DD ね、メン。 DD はダメってことはないけど、なんかね、 DD の人の方がね、みんなに優しいから好きなんだよ。なんかそんなにいないけど、本当にこう推しの子以外とは喋る気ないから、そう、推し以外ディスるみたいな、泣いちゃう。ちょっと戦争だよ、戦争、まあ、たまにそういう人いるけど、てめえって言う、推しの好感度も下がるで、それ一番いいのはさ、まあね、DD なんだけれども、うん、実は心に秘めて、それや、あの子がちょっと好きみたいな、好きみたいな、それや。でもダダ漏れで、めっちゃあの子好きなんやってなってるけど、応援できるみたいな。でも DD っていうね、それがスーパーいいです。うん、うんうん、なので、まあ、DD はオッケー、うん、誰でも大好き、はい、大丈夫。では、まあ、次の、どうしても誰か一人に絞りたいっていうならまあいいけど、何なの、ね、まあ別に押すなよ、絶対押すなよ、いいけど、ね、絶対押すなよ。はい、続きまして、ラジオネーム、僕は僕だお、釈迦は釈迦だお、長いさんからいただきました。ネムキュンスーピオ、こんばんは。こんばんは。昨日なんだか変な夢見ました、うん、夢の中で謎のイベントがあるステージの上に立っているのは女の子2人、ね、2人とも今日から改名すると言って吉川梨沙と桐島梨沙。どっかで聞いたな。どっかで聞いた。そして空から大きなおにぎりが降ってきて、おにぎりむしゃ梨沙です。と叫びました。みんな梨沙よ。どうしてこの夢を見るんだろう。おにぎりの食べ過ぎが原因なのだかな。それではバイバイ。これリサちゃんが好きなんじゃない。リサちゃん好きすぎだ。単純に全リサちゃんになったらええのに。リサちゃん本当はそこにいるんですけど。おにぎりさ、よかったらちょっとフレームインしてもいいかな。むしゃりおにぎりむしゃりさ。むしゃりさ、おにぎり食べすぎてもむしゃりさにはなんない。まあね、おにぎりは食べすぎてもっていうか、食べすぎで見れるならもっと見てほしいですこの夢。昨日見た夢コーナーじゃん。本当にさ、もうリサちゃんの解明が衝撃すぎて脳裏に焼き付きまくって、でリサちゃんリサちゃんっつって、私もワカも名前変えちゃうみたいな。でおにぎりです。むしゃりもリサになります。おにぎりもむしゃりさです。
髪切り虫ありさってすごいな、すごい、ね、なんかリズリさみたいだよ ね, ね、漢字が並んで怪妙みたいな、なんかさ漢字までちゃんと作ってた、ね、結構暗い、ね、暗い高い怪妙だよね、そうそうそう、すごい、ね、さあぜひこのままこの面白い夢を見続けて小説を書いてヒットを飛ばしてください、うん、ありがとうございます、ありがとう、では続きまして翔さんからのお悩みです。この間ディアステージでネムさんにメールを送ってもいいよと言われたので早速送ります送っていいよ、何それ、どや、上からメッセージ。さて私の悩みなのですが、太もものシェイプアップがうまくいかないのですが君たちがなんか悩みそうだ何か効果的な、何か効果的な方法はありませんでしょうか。スクワットの重量や回数を増やしたり、ライニングの時間を長くしたりしてるんですがいまいちです。太ももを絞れば体脂肪率は 15% を減ることができるはず、おすすめの方法があれば、うん、ぜひ教えてください。スクワットダメだよ、うん、逆に太くなっちゃうよね、うん、絶対に筋肉つけちゃダメだよ、常に膝も悪くしちゃう、ね、いやでも翔さんってバッキバキなんだよ、すでに、うん、でも筋肉が多いと、うん、それだけで常になんか消費する体になるからいいんだよ、まあそうだね、代謝が上がるからね、うんうん、でも一番いいのってずっと横になって動かないで何も食べないことが一番痩せる、でも病気だよあの足どんどん細くなっていくってことでしょ、そう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 、ネタ切れになると、ね、本当に太ももそれシェイプじゃないから痩せる痩せる、いやまあまあまあこれが一番いいけど、うん、難しいね、使わない方がいいんだよ、まあでも私も、うん、あのギブスとかするとさ、太ももギブスしたい、え、何ギブスとかしたいってこと、なんか骨折とかしてギャッてやってるとやっぱそこが細くなるって聞いて、え、太くなるんじゃないの骨折すると、違う、あ、骨が太くなるんだけど、うん、筋肉使わないから細くなる、だってコルセット締めてるのと一緒だから、うんうん、あ、なるほどね、あんまり体に良くなさそうだけど締め付けてみてはいかがかな、あ、なんかさメディキュットみたいなさ女の子が履く、そう、寝てる間にね履いてなんかむくみとか取ってくれる、そうそう、細くしてくれる靴下とかあるけど、血止まってなんか紫になってなんか大変なことになる、ちょっと男の子も L XL サイズとかを買ってやってみるのもいいかもしれないね、うんうん、私の方が太もも細くしたいわ、うん、じゃあそこはすーちゃんまたお悩みメール、はい、ジャンボスカイホークさんからのお悩みです。ほい、こんばんは、こんばんは、夏休みもあと1週間もないのですが、うん、休み明けすぐにテストがあるんです、あらま、範囲が1学期全部っていうやめてようなテストなんですが、Twitter、Ustream、ニコ生などなどを徘徊して大切な残り時間を浪費して今も見てる、ね、今も見てるのね、ほら今もタヌピオラジオ見てますし ね, ねどうしたらいいでしょうこのままだと、ていうかさ学生さんがこんな時間にね、うん、もう信じらんないわ、でも夏休みだったら余裕でしょ余裕でしょ、じゃあ夏休みがあることに羨ましい、これはねバッチリお悩みに答えられます、はいどうぞ、うん、他の番組はやめてタヌピオだけでしょう、あれあれでもあと1週間だからさ、あ、そうだ、水曜終わっちゃった、終わっちゃったね、もういいよ、じゃあ今から勉強すればじゃん、そうだよ、これ終わったらもう明日から本気出そう、でもね、わかるわこの気持ち、うん、なかなかねあの仕事に手つかない時もあるんですよ、あるあるね、多分ね、これはジャンボスカイホークさん、うん、アラサーになったら多分、うん、いやいや結構悩んでる、結構悩んでる、いやいや、アラサーになったら俺みたいになるよ、うん、あーなるな、そうわかる、ね、それはいいことなの悪いこと、悪いだろ、ツイッターを巡回シーの入足のまとめとか巡回シーの締め切りをぶっちぎりのどう、まあいいんじゃない、うん、私テスト別にやんなかったし、え、まあ私も夏休みの宿題とか出したことないし、なんか大体卒業できればいいんじゃん、ダメな人間ばっかだよここ、参考なんねえよ、全然ダメだな、義務教育じゃないか、高校だよねきっとね、高校か、一学期とかいうさ単位がまず懐かしいもん、懐かしいね、なんで一学期、まあでも意外とできると思うよ、勘のいい友達に、うん、これとこれとこれだけ覚えとけばいいんじゃねみたいなあれでやるのがいいんじゃないかな、あといい塾行ってる子とかにはだいたいこことここ出るみたいな、うん、なってるからそれでなんとかなるべ、はいはい巻きになってきたすいません、頑張って、頑張ってね、頑張って勉強、頑張ってね、なんか2問ぐらい解いてあげるよ、え、どうやって、ね、鉛筆鉛筆鉛筆
鉛筆だな。難しい。迷ったら真ん中のやつにすればいい。そうだよ、大体真ん中か右だから、右真ん中か右にすればいい。右だよ。全部左だったらどうしよう。はい、では、最後のお悩みです。あらま、これ最後。うん、これ最後。ハニヤさんからのお悩みです。ネムキュン、スーちゃん、モック社長、富田ピー、こんばんは。こんばんは。明日からダイエットをするけど、週末夏祭りで日替わりを食べたすぎます。ディアステ1回でお茶とか我慢できないよ、どうしたらいいですか。まあ日替わりを食べてから考えよう。日替わりを買って、うん、一口分だけよそって、その他はスーピオにあげる。それだな。しょうがないな。ダイエットのためだから協力するよ。すまねえ。私も別に頼んでもないポテトを追加で頼んで食べてあげるよ。ハニヤさんが食べた気持ちになれるように私たちもこう精一杯頑張ってポッキーとか唐揚げとか頼むから。怖い。そうだよ、お茶をやめて牛乳にしな。飲みたい。なんか牛乳するとお腹いっぱいになる。お腹いっぱいになる。さっきからニコ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 何言ってんの。怖いんですけど。全然怖くない。怖いよね。てなもんで皆さん、てなもんでズバッと解決したかな。したね。今日の解決率はバッチリだよ。ギュッギュッグリン。じゃあまあそんな感じで、そうそう、次のコーナーに行こうかなと思います。皆さんお悩みたくさんありがとうございます。これからもズバッと解決しないかもって感じでしないかもな、やっていきたいと思います。画面止まってんね。止まったよね、うん、大丈夫大丈夫。それでは次のコーナー、リロードする。普通のお便り、ふつおたのコーナー。パフパフというわけで、こちらはですね、はい、悩みじゃない普通のお便りのコーナーです、うん、あんなことやこんなこと、すーちゃんに聞いてほしいよ、たぬきも聞けみたいなお便りを送ってください、はい、送ってください。それでは、早速これりんさんでいいのかな、林さん、どっちだっけ。りんさんかな、わかんない。りんさんだ、うん、思い出した。リンさん。というわけでリンさんからの、です。夢峰娘吉川砂浜、こんばんは。こんばんは。先週メールで悩み相談を、聞いていただいた林でございます。リンじゃないの？ご意見を、間違えた。リンだった。ご意見をいただいて本当にありがとうございました。うんうん、今の時はあちこちのペットショップへ行って、猫や犬の出会いを作って頑張っています。うん、猫を飼おうか犬を飼おうかと迷ってて、でもそれは出会いだから、絶対いろんなとこ行って、この子だって思う子が絶対いるからっていう答えだったんです、私たちが。なるほどね。うん、で、また見つからなかったから、まだ時間がかかりそうです。確かにあちこちに行って、電車とバスしか頼れないのはちょっと疲れました。こんな時に車があったらいいなと。なになに、もう蚊がいるんだ。なになに、もう蚊がどうぞ続けてください、はい、ちょっと蚊がいる。この二人邪魔しに来て邪魔だよね。なんかいつもよりすごいね、熱いんだよ、この辺が。続けて続けて、車上がりだ、はい、というわけで、お二人様は一度、自動車を運転したと思ったことはありますか。免許持ってる人誰この中で。えらい、えらい、免許持ってないよ。私取れって言われて、うん、お金をもらったんだけど、な、使い込んだの。使い込んでないんだけど、あれなんかディアステ休めないから。あ、ディアステ入っちゃってからなの。取り行けないや、取り行けないやって。でもね、危険だよ。私、多分絶対人引くからやめようと思って。女の子はみんなあんまり苦手だよね。バイク乗りたいし。バイクの方が危ないって。危ないよ、バイク乗ってる友達みんな怪我してるから。バイクよりも原付の方がさらに危ないから。え、そうなの。そうだよ、原付の方が事故率高いでしょ。バイク乗りたいよ。まあでも私は自転車でいいや。そうそうそう、スービアチャリが似合うよ。じゃあ私キックボードでいいや。かっけー。君もキックボードが似合うよ。似合うね。富田さんが一番ダメなタイプ、ペーパーでしょ。ペーパーです。あー親がね、ミスターペーパー、あの取らせてくれた免許が、うん、もう本当身分証明書にしかなってない、うん、でも身分証明できないよりはいいよ、うん、ないよりかはね。30万で身分証明してんだ、かっけー。すごい。冷静に考えたら傷ついたわ。傷ついちゃう。私だって2週間で取ったよ、田舎行って。ああ、合宿だね、うん、それ行きたかったんだよ、うん、でも住所超安いし、パッて取ってパッて。でもあれ2週間休む。じゃあ2週間休みます、うん、ダメです、却下です、取れませんでした。うん、でけてんて。あ、ほら、全然視聴数伸びてないな。本当だ、やっぱこの2人の効果薄いな。違うよね、いつもだったらもう100人見てくれるの。さっき見てた時50人ぐらいだった。
なことないよ。そうだよ、そうだよ。まあ、だ最初は50人くらいだよ、うん、どんどん増えて、うん、先週は100人いったのにな。先週第1回目だったからね。うん、いや、なんかちょっとだんだんと不細工やや言われたら責任感じ始めてきた。あれ、偉いぞ。ちょっとなんか、ちょっと、もうキュンじゃなくて豪華なゲストを呼んで。まあ、どういうことですか、それは。あれあれ、朝生まで寝てるのにね。ね、朝生で大したことに。せっかくマーティーのチョコ持ってきたのに、ね、マーティーじゃないけど、マーティーのチョコと亀の餌を持ってきたのに。亀の餌はお前の亀だ。だいたいね、このリクガメフードはあんまり揚げすぎちゃいけないんだよ、知ってる？知らない。栄養価が高すぎるから生野菜の方がいいって。私はちゃんとリクガメのことね、調べたんだから。ありがとう。はい、じゃあ続きまして次のお便りいきましょう。ラジオネーム細胞未満代表さんからいただきました。いい名前だな。すーちゃん、ねむきゅん、こんばんは。こんばんは。まずはねむきゅんの魔法少女未満発売 おめでとうございます。ありがとう。イエーイイエーイイエーイ。すーちゃんのおやすみマンも発売が待ち遠しいです。もうちょっとだから待っててね。ところで質問ですが、お二人にとって魔法少女といえばみたいなキャラクターはいますか？自分は魔女っ子めぐちゃんかな。かろうじてリアルタイム世代ではないですが、小さい頃再放送でやっていたので。あと魔法が使えたらどんなことをしてみたいですか？ではまだ暑さが続きますが、お体と賞味期限切れの食品には十分お気をつけください。ぎっくりぎっくり。これからもたのぴよラジオ頑張ってください。ありがとうございます。魔法少女といえば何ですか？私はクリーミーマミなんだけど。これもそうだね、アッコちゃんとか。そうだね。でもさ、サリーちゃんとかってさ、あれ魔女なんだよね。そうだ、なんかさ、そうなの、魔女っ子なの。そうだ、なんか魔法少女は普通の少女だったのに、急に力がね、難しい。なんかもらえたりするんでしょ、急に。そうそうそう。一応さ、鏡とか。ブーリンも魔法少女。そうだね、豚だけど。ブーリン大好きだった。ブーリン大好き。なんかさ、うちらの世代って魔法少女とかが一旦終わって、うん、そうだよね。レイアースとかマジックナイトとかさ、うん、別に魔法少女もいいんだけど、ちょっちゃう魔法少女で、セーラームーンとかさ、結構バキバキ戦うよ。戦うんだよ。かっこいい感じになるよね。ビキニアーマー。なんかキルリビキニアーマーは違う。ビキニアーマーは古いゲームのイメージ。魔法使うっていうよりはがっつり戦う系の、うん、やつが多かったんで、うん、キュルキュルしてる魔法少女はなんか見てなかったけど、うん、昔のさキッズステーションとか見たりして、こういうのあったんだみたいな感じなんだよね。ペルコラブリン、クルクルリングルってなんだっけ。なにそれ。ペルシャだ。あ、ペルシャ、ペロペルシャが好きだった。あ、すごいな。ペルシャなんかテンパーすぎて嫌だったの。しかも喋り方があいつだけおかしいんだよね。なんとかディスノーって。そう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 、うん、黒子じゃん。すごいな。なんかトンクル黒子的な。うん、そんな感じかな。あと魔法が使えたらどんなことをしてみたいですか？私変身したい。何？なんか変身シーンをやりたい。あー、ちょっと裸で、裸でさ、キラ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 、なんか重要な部分がだいたい隠れてる。あれを空中でやりたい。なるほどね。すごいね。あれ面白そうじゃん。さすが魔法少女未満。さすがだね。私もっと汚いことばっかり考えちゃった、今一瞬にして。心が汚い。大人な、こうなんかどこでもドア的なものを思い浮かべたりとか。機能的だね、すごい。うん、なんか肌が綺麗になるとか痩せるとか。魔法少女やだよ。リアル魔法未満。リアル魔法ばっかり。魔法少女エステみたいな。かわいいかわいい。エステは魔法だわ。シュキュルみたいな。努力しろ。そういうのってどうせなんかその話の終わりの方でやっぱり自分でエステだけダメだよねっていう。でボムって歌う。テレレボンっつって外傷が最後の髪の毛。テレレボンでドリフト。風邪だよ。というわけでありがとうございます。はい、続きましてポテトさんからのお便りです。こんばんは。こんばんは。初メールをさせてもらいます。タノさん、ビオさん、お仕事お疲れ様です。いつも楽しくラジオ聞かせてもらいます。もらいます。今日初めてビオさんのライブを見ました。すごく良かったです。あらま、ありがとうございます。そしてタノさん、日曜のインスタイベント成功おめでとうございます。ありがとうございます。イベントはオイラも参加させていただきました。お、お二人にお願いが。今日8月26日がオイラの誕生日なので、マジおめでとうの一言言ってもらえたら嬉しいです。お二方頑張ってね。な、今日言ってくれれば、ねね、お祝いしたのに。に前後2日間はうちでお祝いするからね。前後2日間はい、まあ、2日間ちょっとどうしてもダメって言ったら頼み込んでくれればどうにかなる。その月ぐらい。それではビバースデーポテトさんで歌いますか。歌いますか。うん、せーのハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデー
ピーバースデーディアポテタさん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。素敵な。ポテタさんにはあのささやかな気持ちを今お届けします。キュン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 、いい1年になりますように。素敵な1年になります。うん、あれ8月26って乙女座、それとも獅子座、ちょうど間ぐらいじゃない？あ、そうなの、うん、乙女座さんかな。私8月10日で獅子座なの。でも23とかね、20その辺からね変わるんだよ。乙女になるんだ。うん、乙女になるの。トミダさん、乙女座。俺乙女座です。乙女座です。獅子、獅子、俺、獅子、獅子っぽいね。イノシシ、ヤギ、あ、イノ、獅子獅子だ。獅子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 、動物占い、チーター。チーター、何なの？全部なんかすげえ嬉しそうなんだ。どうやどうや、獅子、チーター。やべ、はいはい、代表さんからもう一個来てた。あらま、うん、はい、では6時半起き代表さんからいただきました。大変だ。すーちゃん、ねむきゅん、こんばんは。こんばんは。実は今日ディアスティからの帰り道、石段でガチでキッスをしている男女を見かけたんですが、なんと度胸のない自分は見て見ぬふりをしてそそくさと通り過ぎてしまいました。この時お二人ならどうしますか？1、生温かく見守る。2、恐縮ですと言って二人のなめそめからことここに至るまでを取材。ユーストリーム。分かる分かる。4、スケッチ。スケッチ、おしゃれ。ささささ、すごいなんか素敵な恋人たちを。すごい素敵。花を散りばめてね。ではでは、夜も更けてまいりましたが、寝不足には気をつけてゆるりと頑張ってくださいね。そうね、私は恐縮ですと言って慣れそめを聞こうかな。じゃあちょっとさ、聞きたいよね。キスしてるところに、ちょっとあの恐縮なんですけど、今二人ってって言って、うん、完全に不審者だよね。不審者だね。わかる。なんかでも終電近くのさ、で、うん、なんか駅って絶対さ、ガチセップする。すげえやだね。あれすごいさ、もうなんか終電に乗りたいのに、なんかそこにお子さんとおじさんの顔が。そうだね、絶対そうだね。そうなんだ。いやってなるよ。なんか胸が苦しくなってきた。一駅に大体一組いるんだよ。いるね、うん、なんかね、同時多発的にそれを観測したい。今何駅で何組いるみたいな。山手線駅にみんなこう、そうそうそう、全部張ってぐるりぐるりと、タバタが多いぞ。ポケモンスタンプラリーやってる場合じゃねえぞ。それで、ね、セップンスタンプラリー、セップンスタンプラリー、セップン多いと、ちょ優勝みたいな。そうそうそう。ここにセップンのお面かぶって今日は3組。恥ずかしいわ。私どうしようかな。私結構なんかもめっちゃ見る。見るの？何してんだろみたいな、ね、見れなくない？見ちゃう。へえ。なんかなんだろうと思って。私ね、前ね、ホームでね、抱き合ってるなんか多分外国人の老夫婦みたいな感じ。あー、いいね。すげえかっこよくて、それだけでいいね。なんかもう、なんか多分行ってらっしゃいみたいな、あ、なんかしばらく、ね、しばらく別れるみたいな感じの雰囲気が出てて、なんてドラマチックなんだろう、うん、とってわーって目が奪われちゃった。なんかそういうドラマチックなのを醸し出せたらいいけど、うん、いやでもなんかそういうのって日本人じゃないからなのかな。そうだよ。どうしても思っちゃう。なんかちゃうとこ行ったらええやんと思って、なんか、うん、終電5分あるんやろみたいな、うんうんうん、では続きまして、匿名希望さんからもう一ついただきました。皆さんは霊体験とかありますか？これ結構聞きたい。ある？俺だからよくしょっちゅう金縛りに会うし、それ寝不足だよ。別に霊体験じゃないじゃん。違う、でも それはすごいわかるんだけど、うん、金縛りの時ってあの頭は起きてるけど体寝てるじゃないですか、うん、だけど、はいはいはい、あのなんつだっけ、何夢だっけ、何夢って言うんですか、予知夢、違う違う、明晰夢、明晰夢、明晰夢の状態でね、好きな夢の中で夢ってわかるから、あ、すごい、うん、っていう状態で、うんうん、頭の中で思ったことがどんどん見えるわけですよ。だからいやここで幽霊みたいなのとか出てきたら超怖いよ。うわ出てきた、窓から宇宙人入ってきた、本当に SF だな。よくあるよくある。頭の中でだから想像したことが全部夢の中で現実になっちゃうから、うん、すごい。でも逆にそれはコントロールできれば、例えば空を飛んだりとか魔法使えたりとか、 それこそ魔法少女になって変身できる。聞いたことある。なんかね、見た夢を朝起きた時にいろんな人に話すんだよ。メモっておくと、うん、いいって聞いたんだけど、それやるとなんか精神が病むって言われて やめた。なんかね、4つぐらいメモってるんだけど。でもアフリカのどっかの部族は家族で朝に自分の見た夢を会議するんだよ、うんうん、すごい。でお前はもっと夢の中でこうするべきだとか、そうそうそう、議論をしてお互いいい夢を見るために高め合うみたいな、そういう部族。夢のある部族ですね。そうそうそう。霊体験、私おばあちゃん見たことある。どういうふうに？なんかおばあちゃんが
もう亡くなってるんですけど、うん、寝たきりで、うん、BGM 欲しいね。で死ぬなくて怖い死ぬ前の日とかに私がおばあちゃんだからねかなんか超朝方に歩いてたんですよ、うんうんうん、普通に道をしたらなんか、うん、なんかいて絶対怖い、と思ったけど、うん、いるけどでも怖いとかじゃなくて、うん、なんかいるしすっげえついてきてるなと思って寝て、うん、次の日におばあちゃんが死んだよって電話がかかってきて、じゃあずっと見てたんだ。そうでその日見てて、でお姉ちゃんに電話したら、うん、お姉ちゃんは見てないんだけど、うん、職場の人に見える人がいたらしくて、私が見た、うん、その日の、うん、私は超早朝なの、うんうん、で昼過ぎぐらいにお姉ちゃん料理人なんだけど、うん、料理してて、うんうんうん、そしたら下っ端の男の子に、うん、なんかゆめみさんって言われて、うん、お姉ちゃんだからね、うん、え何って言って、うんうん、なんかそういう霊とか信じますって言われて、うんうん、別にそなんか怖いのとかわかんないけどとか言って、うんうんうん、じゃあなんかすごい言いにくいんですけど、うん、さっきからおばあさんがいますよって言われて、うん、怖い、すげー、見れんのすげー。でその日の夜かなんかに亡くなりましたみたいな。だからおばあちゃんはそのおばあちゃん関東の人なの、うんうんうん、だから三重を回って東京を回って死んだのかなみたいな。生き量だよね。でもそうそうそう、すごい。でも生き量いるっていうもんね、うん、最後でもそういう時間をさ与えてくれるんだよね、うん、そうだからそれを、うん、感じた時に、あ、死ぬ時って挨拶できんだなって。いやでもそれできない人もいるでしょ、うん、あ、そうか、全員が全員してたら大変なことだよ。寝たきりだからできたのかもと思って。でもうちのおばあちゃんもずっと寝たきりだったんだけど、私寝たきりだってことを知らされてなくて、うん、大阪にいるおばあちゃんだったけど、たまたま大阪に行く機会があったから、おばあちゃん家にでも挨拶に行きたいんだけど電話番号どれだっけってお父さんにメールしたら、ちょうどよかった、おばあちゃんは3年前から寝たきりなんですってメールが返ってきてなんで今まで教えてくれなかったのってなって、なんでってなってもうすぐ行くわって言って病院バーって行って、でやっぱあの本当意識とかがあるんだかないんだか、目も開いてるし息もしてるけどみたいな感じで、でチラッて私の方見たんだけど、うん、うんって思いながらとりあえず一日見て、ほうって思って帰ったら次の日に突然死んじゃったの。安心したんじゃん、すーちゃん見て。すごいすごい。あの私のお母さん方のおばあちゃんだから、私のお母さんが結構早くに亡くなってて、私は見てお母さんだと娘だと思ったのかもしれないね。なんかいろいろ安心したのかな。ちょっとでもびっくりしたなんか私がそのとどめじゃなきゃ、なんかきっかけちょっとでも嫌だよね。でも3年間待ってたと思えば、ね、うん、まだいい。お父さんさ、なんで早く言ってくれないの。でも心配すると思ったんじゃん。びっくりしたよ。いやもう全然そんなんじゃなかったね、本当に恨んでる。さすが私の父だと思ったよ言うの忘れてたぐらいの、まあ、まあそんな感じで、うん、なんか怖いのはあんまり分かんないんですけど、うん、そういう、うん、来るべき時例みたいな、うんうんうん、のはあるかね。うん、いやそんな感じですね、うん、いつもならそろそろ終わる時間になるんですが、今日はそうですね30分ほど延長させていただきたいと思います。いやいやいや、あのね、ダメな大人が2人やってきたので、すいませんね、30分長くなって、大人なのにすいません、うん、iPhone でやりなよ。 iPhone 持ってきなさい。 iPhone どこだの置いてきちゃった。俺が死ぬわけないです。じゃあ次のお便りを、はい、スタッフ、続きましてタックさんからのお便りです。たぬきさん、ひよこさん、こんばんは。こんばんは。前回は1回目でして目標の100人突破おめでとうございます。ありがとうございます。今日はなんかね、行かないんです。行かない。なんか今行ってるんじゃないですか。え、今行ってる。じゃん、85人。行ってないじゃない。でもこれさっきは全然動いてない。だから2人ちゃんと告知とかしてくれちゃう。あ、告知してないんだよ。私なんかツイッター書かないとね、はい、と思ってて。あ、なるほどね。申し訳ないですね。しゃあないな。じゃあちょっとツイッターを書く時間を、お、なんかあげよう。いいの？質問途中だよ。そうだった。あと前回は誕生日を祝ってもらってありがとうございました。おめでとうございました。自分は大阪在住で今週末東京に遊びに行くんですが、お願いがあります。ほいほい。ディアステに行っておたげをするとき、サンダースネークだけがどうしてもうまくできますん。どっちどっちですか。できますん。できるのかできないのか、すごくうまくできますん。できれば振り付けやコツなど教えてもらえないでしょうか。よろしくお願いします。あ、これはもう、うん、いいですね。バッチリです。うちの女の子ならサンダースネーク大体みんなできるから、
聞いてもらえればね、すぐに教えてくれる。すーちゃんすごい上手いよね。そうだよ。じゃあすーちゃんやってみて。ちょっとちょっと。え、やんの恥ずかしい。まあ、っていうかまあ、でも一応流派がいろいろあるから、うん、私がしてるのは一つの流派ですけど、てか今やんの恥ずかしい、うん、なんか、ワン、ツー、恥ずかしいワン、ツー、スリー、フォー、一緒にやって。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、イエローパンチョ。そっちか。という感じで。はい。てかさ、あれあれ、あ、そうだ。エーターソスネーク。ヤダギンガーが。エーターソスネーク教えようよ。エーターソスネークもエーターソでしかできないよ。うん。そうなんだ、ね。うちにエーターソっていうノリノリの女の子がいるんですけど。なんか、ね、今や私たちがやったサンダースネークをエーターソがやるとなんかこうなって帰ってくる。帰ってきて。するとなんかカマこうだよ。カマキーみたいな。そうそう。で、なんかガン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 謎の動きって感じ。じゃあもふく先生が今タヌピオラジオ出演ナウだよ。出演ナウだよ。延長するよ。延長するよ。1時半くらいまでやってるよ。見てね。ピッピッピッ。よし、イエイ、ポチッとな。ツイート、ありがとうございます。じゃあこれで3500人が見てくれるな。続きまして、富田さんもちょっと絶対私のね、3500人のフォロワーね、見てないよ、うん、私のツイート真面目に。でも、まあ、ツイッターはまあ真面目じゃなくていいところがいいところだからね。じゃあぜひぜひ。そんなわけでタックさんがいらっしゃるのお待ちしております。待ちしてます。週末だけなのかな、どれくらいいるのかなね、うん、タックだよって言ってね、うん、言ってね。では続きまして、これは違う。はい、ツピオ。はい、ネムキュンスーピオ、こんばんは。こんばんは。今週は帰ってこれました、トッチーです。よかったね。トッチーさんね、先週、うん、職場でしか見れなくて音が出せなくて動きだけで見てますって言うから、私たち頑張って超いっぱい動いたの。そしたら後で録画してたやつを見て、見俺のために動いてくれたんだって喜んでくれた。よかった、うん、はい。先日地元でアニソンのイベントがあったんです。そこに素晴らしくキレのいいオタゲを打つ人がいたんですよ。一緒にオタゲで盛り上がってきましたよ。おいいですね、オタゲ出るんだ。後日 DJ の子に話を聞いてみると、あの人は秋葉原のディアステージってところにオタゲの師匠がいて教えてもらいに行ってるんだってということでした。誰誰ちょっと世間狭すぎません？来月のイベントの時にはその子にコンタクトを取ります。ナノピオラジオも宣伝してきます。ありがとうございます。今夜はスーピオのメガネで燃え死にました。メガネそんな人気なの？なんかね、でもね、今日メガネかけたら、うん、いつも全然頼んでくれない人までめっちゃチェキ、めっちゃチェキ出てたよな。こんな出ないメガネ費みたいな。メガネってやっぱいいんだ。でもね、メガネかけた時だけみんな優しいから。らしいね。私じゃなくてメガネをしているのではまあいいんですけど。まあまあ、はい。来週までには生き返ります。ではまた来週。ありがとうございます。毎週もうすでに常連さんがいるっていうのが嬉しいね。嬉しいね。とやっぱディアメンのメンバーたちもみんな見てくれて、まあ、みんな師匠になりえるぐらい。私も師匠いますからね、一人。うん、そうなの。では、続きまして、ゾータ、渡辺さんからのお便りです。ネムさん、スーさん、こんばんは。こんばんは。タヌピオラジオ楽しく拝見させていただいています。プレ放送を拝見した時はあまりのグダグダっぷりにどうなることかと不安でしたが、第1回放送では思った以上にしっかり進行されていて、がっかりびっくりしました。何がっかりしてるの？これからも毎週欠かさず視聴させていただきます。番組が末永く続きますように陰ながら応援させていただきます。ありがとうございます。いやいや、素晴らしいメールですね。素晴らしい、素晴らしい、うん、応援メールですよ、ねね、いや今日はあの番組の最後に重大発表あるからね。え、そうなんだ。なんか今日はこの二人のせいであんまり締まらないけどさ、ね、これでみんなファン減ったらどうしようってすごい心配してるの。こっちの方はよっぽど心配してる。何よ。何かが減るんじゃないかと思って。知らんが。俺の大切な何かを減らされるんじゃないかと思って。もう減り続けとる。ライフ減り続けてます。パソコンのさ、熱いデッキが出るところに置いちゃった。マーティのチョコが。あ、でもなんとかなってる。あ、よかった。さすがマーティのチョコ。さすがマーティのチョコだね。誘拐度は違う。誘拐度。じゃあチョコレートでも食べようかな。なんかみんな眠っ。あ、そっか。ゾロゾロゾロ。あれまだ食べてた。うん。
眠そうな黒字がどんどん出てくる。あれだね、おやつをもらっちゃったってことは、うん、私たちこの二人の生 CM しなくちゃ。そうだ、悪いね。悪いな。タヌキューラジオではですね、広告主様を大募集しておりまして、はい、このあれ俺だ、例えばですね、うちの老舗のなんだろう、トンたたきを売ってくれとかいうことがありましたら、そのトンたたきをですね、送っていただけますから、PR いたします。で、なんだろうな、あの和菓子屋さんとかでもいいし、そうそうそう、ケーキ屋さんとかでもいいし、パフェ屋さんとかでもいいです。食べ物ばっかりでもいいよ。お寿司がいいな。ピオはひらがな、はい、おじさんという感じでですね。お、生 CM タイム、私和歌にあげるよ。もちろんだよ。いや、ことはすべてイエイイエイ。今日ガタスターかけようと思ったのにな。チェーチラえ、なに、なんでもないっす。私マーティンにちゃんとガタスターてかニューエーススター渡して。お、ありがとう。魔法は当たり目で渡してる。当たり目当たり目当たり目ベラボーメン、エルクだね、あんた。当たり目よ。それでは、はい、ムックちゃんとタムタさんが、はい、ツイッターにね、今タヌキューラジオに出てますと、うん、書きましたが、これはね、いきなりぶっ飛んで200人ぐらい行くでしょ。何、せーの、いや、これでリロードしないで出ない。あれ、1人減った。え、1人減った。違う、ずっと変わってないよ。本当だ、うん、え、でもだってちゃんと動いてるよ。動いてるもん。こっちもほら、止まってんじゃん、なんか。ちょ、もう一回見てみる。リロードしよう、リロード。また今日面白くないんじゃない。だから私の今日面白くないよね。面白くないんだよね。前面白かったんだよ。そんなことない。ねえ、とひどい。面白かった。ちょっと、うん、なんかもうちょっとここら辺に乗っかってきた、ゆめみさん。はい、それでは、続きまして、 いっぱいあるな。台湾在住のひとみさんからいただきました。1回目と2回目でペンネーム違うんだけど、まあ、あんま深く考えない。あ、これ、この間のだ。あ、嘘だ。ライさんからいただきました。はい、こんばんは。こんばんは。私はあるきっかけで、あれ、もう今の仕事から離れることになります。今の仕事場から、やばい。しかし皮肉にもこのタイミングである女性と仲がだんだん良くなりました。いっそ告白しようと考えましたが、さすがに離れる前なので気持ちの整理を含めていろいろやりづらい気がします。お二人はこういう卒業前の告白についてどう思いますか。これは参考までに教えてください。そうなのか、ついてこいっていうのもね。そうだね、ついてきてもらって絶対うまくいくか分かんないですもんね。うん、遠距離できやすい場所ならね。遠距離って大変じゃない。そうかね、距離によるんじゃない。うん、遠すぎるとうまくいったりするよね。友達がさ、アメリカの子と付き合ってたんだけど、うんうんうん、逆にうまくいってたよ。そうなんだ。今スカイプとかもあるし、ね、そう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 、うん、そっちの方がこう思いが募るみたいな。へー、楽しそうだね。そうなんだ。うん、どうなんだろう、告白、卒業前告白か。でもほら、した方がいいんじゃない。これはしないとモヤモヤしそうだよね。後悔しそう。した方がいいと思いますよ。して後悔することってあるかな。シミュレーションしよう。うん、シミュレーションしよう。うん、でもしない後悔よりね。して後悔するとしても離れるから忘れられるよ。うん、たと、うんうん、え振られてもね。うん、振られなかったらどうする。な、あ、遠距離か。うん、まあ、いいんじゃない。それはでも好きだっていうの、でもそういうの伝えるだけって一番酷か。まあそうだよね。それで、そうなんだって思っても、でも離れちゃう。でどうしよう。こんな時トミーならどうするの。どうするの。男の意見を聞きたい。そうね、来週沖縄部署に配属になるけど、ずっと富田さんのこと好きだったんです。え、それもう告白しちゃってるじゃないですか。なんか言った場合で。言った場合か。大丈夫だったんです。言った場合でも違う、男が富田さんはどうする。まあそうだけどね。そうだけど、まあ、そうだけど試しに役だったら。でも、うん、好きだったらなんとか遠距離恋愛をする方法を探すんじゃないですか。かっこいいですね。今のだって今の時代ね、うん、だって別にそんなさ、昔みたいにその根性の別れとかって言いますけど、もう一生会えなくなるわけでもないわけだし、うん、であればメールだったり電話だったりスカイプだったりで、うん、増えてきた、
コンタクト取る方法がもう山ほどあるわけですから、うん、これ告白した方が絶対にいいですよ。説得力があるな、さすがコピーライター。コピーライターじゃない、コピーライターをやったことない、申し訳ない。あれ違う ね、 ね、さすが大人の男。大人の男、恋愛に関してはだってこの人バツイチだから、いまいち説得力ないです。確かに説得力だらけですよ、ね、逆にね、わかんないけど私は多分大衆マニアだから、大衆が掛けないと辛いな。ずなんかね、ドンキとかエスカレードのってくんかくんかダウニーの匂いがきつすぎるとかすごい言われるんだよ。すいませんみたいな、柔軟剤うるさいよね。ね、きつすぎると怒るんだよ。しかもね、なんか外国の柔軟剤私が使い始めたら、うん、一緒にほら住んでるから嫌だとかって言い出して、うん、日本製のやつじゃないとあれじゃないと。最近はダウニーもいいところ見つけた。ダウニーのいいところ見つけた。メキシコさんが好き。メキシコのダウニーでしょ。ね、メキムラサキがいいよ。メキムラサキ。メキムラサキ。メキムラサキ。柔軟剤の話。なんでも言い方。まあだから大さんが遠距離恋愛いけるって思うなら、うん、いいんじゃないかな。そうだね。その覚悟があるなら告白してみてもいいんじゃないかしら。遠距離恋愛したら、うん、毎週T シャツとか送ってもらわないときっと生きていけない。気持ち悪い。もう気持ち悪い。異常だよそれ。分かんないけど。したことない。でもね、まあでも絶対どっかのタイミングで会いたいっていう思うに決まってるじゃない。でね、多分無理して会いに行くって。そうそう。だからまあその会いに行ける距離であればやるべきじゃないですか。それこそなんかね、スーちゃん行ってきたブラジルとの遠距離恋愛だとだいぶ大変だけど。だいぶきつい。ブラジルはちょっと大変だけど。池袋と田町ぐらいならね。それ近距離だ。近距離。そんな感じで、うん、時間的になんとかいけそうだな。じゃあちょっと一曲私の曲かけたいんですけどいいですかね。いいですよ。仕方ないな。いけますかね。それは。何それ。かけさせてよ。お願いします。というわけですね。5月に発売させていただいた私の、ミニアルバムニューエストスターがあるんですけれども、どうもニューエストポー。ああそれね。ああジャケットのやつね。ニューエストスターあるんですけど、ちょっと待って。あ、なんか、どこ行ったぞ。喋っていいよ。もしゃーり。あ、来た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 。はい。はい。じゃあ、エソスターあるんですけれども、10月の末にですね、また次の M3 の方で新しいアルバムを出させていただくということで、まあ、10月終わりの M3 に向けて、チラチラと私の曲もかけさせていただこうかなということで、しばらくは、エソスターと、まあ、少女未満の、ね、交互にどんどん流していきたいと思います。イエーイ。それでは、今日はこのニューエストスターの中から1曲聴いてください。ガタースター。10人ぐらい減ったぞ。何言ってんの。さっきまで100超えてたんだぞ。しょうがないじゃん。2人のなんか病的な動きのせいで言ってた。せっかくあれだよ、なんていうかせっかくね、かこう見れるラジオなのに、うん、かけてられたら何もしないのもあれじゃないですか。そうだよ、いつも踊ってるんだよね。前回は、前回すごいシンクロしててめちゃめちゃ面白かった、うん、本当なんか、うん、
狭いんだもん。なんかたまたま動きがさ、すごい全部合っててさ、うん、なるほど。あ、方はさ、作曲柳一郎さんが見つめてる。コメントありがとうございます。ギギ柳ギンガンギンガン。で、柳一郎先生はあの HOTD も、うん、HOTD、うん、これほんとね、うん、これはお、なんでもねなんでもね、バイトでもみんな知ってるかも。マジでそうなんだ。それ一応まだシークレットしてる。あら、シークレットしてる。そんなシークレットも飛び交ったりしてね、はい、俺を見てる100人だけはもしかしたら知ったかもしれないし。そうです。おお、はい、古川みりんさんが歌ってる。古川みりんさんもそんなに暇なら来ればよかったのにね。え、まあまあ、じゃあそんな感じで、そうそう、次のコーナーに行きますか。行けますかね。はい、せーの、たましいのたぬぴよ。全然合わなかったはい、このコーナーはですね、皆様の魂の叫びを私たちが代わりに叫ぶコーナーとなっています、はい。まあね、いいことでもいいし、嫌なことでもいいし、もう今日俺こんなことがあって、わーっていうこととかなんとかをですね、まあ、1行くらいにまとめていただけると私たちが代わりに叫びます。はい。というわけで、早速、ポルテロさんの叫びをいこうかなと思います。夏はゆったりパソコンで花火。なんでじゃーん。どうかしゃーん。すげーわかる。わかるね。ユースト、花火ユーストとかですよ。さ、忙しいと花火すら見に行けないんだよ。もう辛い。今取り上げたったもん。仕事場とかからさ、パソコンで花火見てさ、あー夏終わるなーみたいになるんだよ。私さ、もうさ、魔法少女未満の準備とかでさ、うんうん、すごい撮影の後荷物重い中帰ってたら、うん、もう秋葉からそのなんていうの、浅草方面から、うん、キャッキャウフフみたいな浴衣のカップルがめっちゃ来て、なん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 やっつって、なんなんやん、ね、コンビニ混んでるけどちょっと色はす買わしてやっつって、色はす買って、色はす、みんななんか肉食ってね、ガシャーンわしょい、こっちとらイベントですか、水着も着とらんで、どうせその帯クルクルするんやろ、クルクルするんやろ、クルクルするんやろ、何そのイベント、2時だから、いいね、2時やから、ほんまに、今日はね、深夜ラジオだから、変わるの、切り替わるの、切り替わる、深夜だから、なんかもういいかな、あ、そう、いいんだ、いいんだ、片足突っ込む感じだ、やらしい、やらしいな、やらしいな、ほんまに、ほんまにやらしい、はい、はい、というわけで、それでは、続きまして、あ、これは、ちょっとメール的な感じの叫びですけど、はるさん、ぴよさん、はじめまして、はじめまして、最近ライブ中にみんなが、おーれーのスピヨーって言っているのを聞いて、たまにおーれーが僕の知らんから、知らんから、で、乱入したくなるのですが、さすがにいろいろ自重しています。えらいね、大人だもん。ぜひ歌っている最中にお願いします。え歌ってる最中難しい。あ、じゃあなたのことが、おーれーが眠気。なるほど、そういうことね。すごい大変だ、大変、うん、需要ないねなかった。お、叫びがもう一個来たかな。お、これで今日最後の叫びにしたいと思います。お、いい、あ、さっきのリリーさんですね。あ、ラジオネームがついた、うん、タコ坊主さんから、皆さんお疲れ様です。そろそろ満喫の6時間パックが切れるので帰りますありがとう。じゃあみんなで叫んでください。おやすみなさい。じゃあ一緒に行きましょう。せーの、ディアステ大好きだDD、 ディアステ大好きで DD、 DD だね、いいね、いいね、これからも DD でよろしくお願いします。よろしく。そんな感じで、そろそろですね、おしまいの時間も近づいてきましたので、お二人から何かあるんじゃなかったでしたっけ、ね、何の発表なの、ね、あれいいね、あれだいだいだい、あれいっちゃいね、あれいっちゃいの、言う、ごめんね、本当に今何のことだかさっぱり打ち合わせしたい、しといてよ、打ち合わせしてて何のための寿司だったの、パシャ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 やばい、もう何なのさっきの寿司、じゃあもうちょっと打ち合わせしてて、私たちコメント拾ってるからそうだ ね、 なんか今日は2人の乱入で、うるせえだろだと思ってたの2人の乱入でね、曲の間に休憩したりするよね、ほんと、BGM の時もっと踊っていいよ、踊る踊る山ほど、あ、サヌピを見忘れた、ちょっとちょっと、ストロベリーエドボルさん、ちょっと、うん、今日はね、ちょっと
かなりグダグダで何喋ってるか分かんないラジオになってて本当に申し訳ないです。あとで2人は叱っておきますので本当に、ね、申し訳ないです。ちょっと待って、うん、だって私たちちゃんと一応ね今回は台本とか作ってみてこれ見なよ。で何これ台本ちょっと進行してみようと思ってたんであれ台本って言えますかこれ台本だよ台本だよ。そんなん荒らしに来てないやんだね。悪いけど私たちこれだけあればあと喋れちゃう。余裕なんだよだってなんか俺だけ敵になった。富田さんでもあれじゃん NHK でラジオやってる。やってますよもう NHK で俺50分番組一人で回してるんだから、うん、そんなんじゃあそれに出とけよ。ひでえゆめみさんを絶対呼んじゃダメだよ。ゆめみさん呼ばないゲストで絶対呼んじゃダメだよ。呼んでじゃあみよさんは呼んで NHK 好きだから呼んでよ。呼んでよ小田さんとか出たよね。じゃあそろそろ早くしてよ。じゃ あのほら重大時間がないんで重大発表早くしろ、はい重大発表ね、はい、俺からしていいのそれ、うん、ニコニコ動画のですね、うん、はい、リアステージ公式チャンネルがなんと開局するんですよ。イエイイエイバンバーン。どういうこと？ね、パチパチニコニコチャンネルってあれだよね、うんうん、トップとかに出てるやつでしょ。そうこれ、それ公式なんだって。でそこでタヌピオラジオってことか。今日はつまり、つまりは今日俺たちはね、うん、それをそれにふさわしい番組かどうかを、うん、見に来たんだ。見に来たわけだ。 そしたら二人に壊されて本当だよね。壊したいのかね。おそんな態度でいいのか君たち。あそんなね後で後悔します。何そっちがそっちがリスナー2人うん、こっちが200人ですよ。今びっくりした。なんかあのひるむかと思ったら全くひるまない。ひるんだらあかんと思って。全然戦うからね。ひるみ直しちゃったなんか、まあね、その逃した魚大きい的な、うん、そうやでこともありますから逃さない方がいいんじゃないかな。いやでも今のところあのもちろんタヌピオもね、うん、ユーストと同時でねやりたいなっていう話をしてます。やりたい、すごい嬉しいっていうね、うん、のもありながらなので、うんうんうん、まあ多分ここに見ている101人の皆さんは、うん、あのそのままニコニコ動画の方のディアステージ公式チャンネルも見てくださるでしょう。公式言ってないの？あ、っていうか別にあれだよね、あの同時に流したりできるよね。そうだよ、もちろんもちろん。だからね、あの今日もモグラでね、あのニコ生でやってユーストでやってってやったじゃないですか。そういう感じのこともできるんですけれども、まあせっかく公式のチャンネルができるので、うんうんうん、番組数コンテンツ数をドッと増やしたいわけじゃないですか。なるほど、毎日毎日ね。それ。あ、なるほどね。毎日やんないとね。帯番組みたいなやつ。そう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 。じゃあ水曜はうちらだ。何？楽しいよね、この同じ時間。ちょっと落ち着け。え？そういうね、帯番組みたいなことをやるには、うん、なんとコンテンツが足りないじゃないですか、圧倒的に。あなたたち水曜日やるかもしれませんけれども。うん、じゃあ一週間やった方がいいってこと？大事やろ。虫が良すぎる。しょうがないね。しょうがないかな。虫が良すぎる。こちらの感じ。こちらもちろんギャランティー。すいません。こっちが何なんや。ちょっとだからだから、はいはい、この101人の皆さんがね、はい、一体どんな番組を見たいのかっていうのを、そう今日聞きに来たんです。もっと早く言えばいいじゃん。なんかさ、二人がなんかちゃんと進行があまりにもしてすぎてさ、あれ どこで言おうみたいな感じだったの。まあね、全く全く本当に来ると思わなかったんだもん、うん、なんかねだってね、うん、来い来いって言ってたから来たの。来てって言ったら、うん、富田さんがいやーっつってこの脇汗調子見てるちさつたままでびっしょびしょだね。びっしょびしょ。一回家帰って風呂入ってから考えるって言うからそんな来ないって言ったのと同じじゃん。そうだよね。だからもう絶対来ないと思って、で柳さんまでちょっと遊びに行こうかなぐらい言ってくれてたのに、いやもう富田さん絶対来ないから大丈夫って言っちゃった。だってちゃんと待ち合わせして約束してきたよ。だからそれをさ、うん、言ってよ。でもなんかちょっと驚かしたかったんだ。俺着替えてるだろちゃんと。驚くどころか驚った。驚った驚いた、ごめんね。驚いた。まあそう、そんなわけね。だから他にこういう番組が欲しいとか、うん、そういうのをね募集したいなと思って、うん、じゃあ今このね、うん、コメント欄とかで書いてもらったらいいんじゃない？そう、じゃあ、うん、なんだろう、例えばモック先生の秋葉なんちゃら、そうね、スクミズスクミズ今日スクミズレディオ、捕まらないそれ。モック社長の秋葉嵐みたいな。今日のラッキースクミズあの店どんどん嵐の番組とか。ラッキースクミズ 2,3 種類でしょ。今日のラッキースクミズやるよちゃんと、うん、どういな絶対でね、それはあのそれでさ、最近さ、富田さんと一緒にラジオやりたいねとかって言ってたの、それの布石なの。それそれそれ、まあ、じゃあ P と社長のうん、やりたいよね裏事情みたいちょうどしてて、ゲストをちゃんと呼んで、私たち仕事増えそうですね。増えますわね。何何言ってる言ってる。これプラスチックで今日すごいディスられたから作りたいね。なんか今すごくね、うん、
われわれ今気分が悪いでございますよ。悪いでござる。じゃあもうさ、ニコニコさんに頼みに行ってタヌピオ公式チャンネル作ってもらう。ダメだそんなの。え、カワンゴに頼んで作らせるの。するこっちはドラゴだぞ。ドガシャドガシャ。何なのこの喧嘩。そんなひどいこと言うなって。あ、なんかずるい。私なんて最近 CD 出したのに。ずるい。これから頑張っていこう。トミピー、これどうする？なんか、私ヤスティーに怖いね。ヤスティーってるだけ。怖いな。感じ悪いね。チラチラ。チラリ。チラリンチョ。もういいよ、もうタヌピオなんかね、やればいいじゃん。タヌピオで、何そのタヌピオで26時間とかやればいいじゃん。もう26時間きつい。30万じゃん、ね、いろんな、お、皆さん反響が。みんな、まあ、とりあえずまず、嬉しいね、モック社長のスクミズランナウェイ。スクミズランナウェイ。詳しく聞きたい。内容なんだ、内容。おとげ講座。水泳大会。どう大変なのそれ。あとポロリないね。エイタソがね、公式チャンネル楽しみだよ。私エイタソともなんかやってみたいな。エイちゃん楽しいだろうね。マキセマムエイタソチャンネルだよね。そうだよね。クソ面白い。でもなんか実況系が面白いんじゃないかな、エイタソは。どうだろう。そうかもね。別にエイタソはただ喋ってるだけで面白い。まあそうだよね。なんかさ、チョロボーがなんか生意気なこと言ってるんだけど。なんだと、この野郎。何、我々重大発表のやり方間違えた的な。いや、でもね、さらっとさらっと言うだけだよね。先に言ってくれれば打ち合わせもできたし、うん、だって残念寿司食って場じゃないよ。だって2人とも驚かないじゃん、だってそれだったら、うん、でしかもね、ちゃんとほら1時間経って100人ぐらいになった時に言ったでしょ。ほら、もう全部空気読んでますよ、我々。いや、私たち2人だったら1時間も経たずに100人だよね。そうよね。え、そうそう、何この怪我した感じ。また何なんだか分かんない。そんなことないよね、やっぱり2人が来たから100人達したと思うんだ。棒読みだ、棒読み。夢見の棒読み。いや、やっぱりニコニコ朝生だっけ、なんだっけ、何朝生テレビに出ただけあるな。すごいな、すっげー素敵だな。すごいな、この棒読みだけでいつまで続くの。マジこれすごい。エレガント。ディアメン日替わり1分間フリートークとかってすごくない？すげー面白そう。確かに面白い。なんだ1分間フリートーク。1分、どうも短くね。1分間じゃ難しい。誰々ですみたいな。ディアメンの誰だろう。どこ、ディアメンの何々さんをフィーチャーして連れてきましたっていうふうに連れてこないといけない。でも1分だからなんか1回とかでちょろっと撮ってそれをコーナー的に流せばいいあ、和田球いいこと言ってる。 DS メンバーでシフト組んで各回回すと皆さんのスキルアップになっていいかもしれませんね。そうなの、さすが球ちゃん。いろんな人をね出したいんだよね、できたら ね、お、ビーラバー、いいね、いいね、いいね。ビーラバーちゃんとの、ね、この前やってビーラバーなんかすげー人気出そうだよね。ね、今やってるやるやる、フジョシブの怖いよ、なんか大変なこと、放送禁止とかダメだ。フジョシブでなんかそこディアステチャンネル潰れそう。私は結構バンされるよ、バンされる。そういうの大丈夫なんだけど、歩く NG 女飛び見るから、ね、バンされるで。何このプロレス感。そうなんだ。踊ってみたって生でやるものなの？いや、生でやるもんなの。生踊ってみた新しくない？みりんちゃんならじゃあ1回でやればいいのな、そういう時は。なんかさ、2時間でさ、これ覚えるとかそういうの面白くない？ああ、面白いかもね。でもあの2人だったら覚えちゃうよ。でも1時間とか30分とかすごいさ、短い単位で初見でやるで、初見で、初見で覚えるか。初見で覚えてやってみるとかね。なるほど。すーちゃんのカレーもニコニコでできるんじゃん。あ、ほんとだ。ニコニコカレーチャンネル、うん、やったー。もうコンテンツ尽きないじゃないですか。なんで全然できるよ。じゃあおにぎりもやらして。いいな、ジュルリー。何を、おにぎり握る。そう、じゃあついにニコニコとのこのおむすび公式キャンペーンがある。おむすめ計画、おむすめ計画が始まるわけですね。キリリリ、私が温め続けているおむすめ計画。ずっと言ってるよね。じゃあおむすめっていう、ずっと言ってる。違うんだよ、言葉の響きが自分の中で気に入りすぎて絶対何かに使いたいんだよ、ね、誰かに先に使われちゃったらどうするの。それはおむちゃんのせいよ。今聞かれてるで。なになに、この内緒の温めてたおむすめ聞かれとるで。誰かがパクるで。マルシースーピューやね。おむすめ使わんといたって。うん、マルシースーピュー。60分耐久逆上がり。逆上がりできないよ。できないの。できない、できない。私逆上がり1回もできないよ。だいたいみんなできないよね、多分ね。ま
まあ、じゃあそんな感じで期待膨らむニコニコチャンネルもどうぞよろしくお願いします。ちなみに開設時期は未定なんですよ。これはあ、いや、まあ、でも近日です。近日すごい近日なんですけど、あまりにも近日でも逆にできないコンテンツを逆にたまったらみたいな。ニコニコさんの方はもうあの準備 OK、うん、いいっすよって言ってくれてるんだけど、うんうん、内側の準備が全くできてないから。そうだね、まあ、私たちだったらねすぐに、あのとりあえず水曜日だけ始めてみたりすればいいじゃないですかね。水曜日だけしかないから、あのなんか一文字ずつぐらい変えてさ毎週やるから。マヌピオラビジュアとかハムピオラジュアハムピオとかペコポスマララメル何すごい増えてるまあまあまあそういうのやります、ね、楽しみだね。楽しみに開いてください。それでは、最後にもうちょっとお知らせです。ですね、どういう順番すっちゃんと、今月の31日にですね、私吉川素直とあとリアステージの、桐島若ちゃん、私たち2人から重大発表をちょっとさせていただきたい。これは結構大事なことなんですけど、結構しっかり結構大事です。割と大事なお知らせがありまして、びっくりすると思うよね。結構びっくりすると思います。で、割とその場でびっくりすることが起こっちゃったりする。目の前でねえ、そうなんだ、目の前でここからみたいなの、わかんないけど変身シーンとかあるかもしれない。シュピーンってこともあります。だいぶぜひ皆様にですね、あの見守っていただけたらと思います。31日の夜8時からリアステージ1階の方で行いますので、ぜひ遊びに来てください。入場はワンドリンク500円になります。どうぞよろしくお願いします。待ってるまーす、はい。他に何かお知らせとかありますか。あとね、うん、私あ、今週のっていうか、あさってぐらい、28日にですね、モグラの1周年がございまして、そちらで DJ をさせていただきます。6時から、私オープニングで回すので、なんか6時、土曜の6時に暇だぜみたいな方はぜひモグラに遊びに来てください。一緒にお酒でも飲みましょう。あ、あとですね、じゃあ言えばなんかゲスト告知があるそうですよ。じゃあ、ていうか、はい、行こう。イエイ、はい、映ってるかな、はい、どうも。というわけで、明日、間違えた、明後日8月27日に我が B-Lovers プラスの、金曜日ですね、金曜日の 夜に B-Lovers プラス切ってのキッチン名人、そうだっけ、料理名人森永明治くんのお誕生日イベントを開催いたします。イエイイエイ、まず B-Lovers というのはリアステージを代表するダンスオーレージンチームなんですけど、かなりかっこいいので、みんなね、ぜひ注目していただければと思います、はい。でこのね、誕生日の金曜日の誕生日の日の特典があるんですけど、デスドライブ、はい、DVD だよね。あのこちらにいる吉川素直ちゃんと、はい、私も参加させてもらったんですけど、明治くんがね免許取り立てってことで、その免許でちょっと楽しいところに行って、それでバンジージャンプとかねバンジージャンプとかしてきたんだよね、みたいなね。マジで？そうなの、もうすごかった、すごかった、超怖かった。もう、まあまあ、でその辺のことも、いろいろ、こちらの DVD に入ってるので、ぜひ金曜日はメジコお祝いにメッセージ来ていただけたらと思います、はい、よろしくお願いします。この後ですね、私多分割と連続して8個ぐらいブログとディアステージ日記にこのメジタン DVD のレポ日記をあげるので、伝えたい、その辺も見ていただけたら嬉しいです、はい、うん、あと一ついいですか、はい、お、多いな続いて、うん、続きまして8月の28日、29日と、うんうんうん、ディアステージ夏祭りというイベントを開催いたします、うんうんうん、はい。でこちらの方では総勢12名ぐらいの女の子が浴衣のブロマイドを販売する、うん、私も撮った、でももう撮ったよね、うん、うん、もう眠くなってるその子はい、コンプリート特典がですね、多分あの夏祭りデートという設定の DVD 動画集と、もしかしたら浴衣ロムが発売する、あの特典につくかもしれない、まあいろいろ今作ってるところということで、この週末もぜひディアステージにおいでください。射撃ゲームとかあるんで、やりたい、射撃いいね。こんな感じで今日は皆さんお二方ありがとうございました。まあ任せたかな仕事は、重大発表だけしてればよかったみたいな気持ち、ね、まあ打ち合わせした方が絶対よかったけど、そうだねいいじゃないそういう感じで、なんかこのラジオっぽいじゃないですか。いや、もっとちゃんとしてるんですよ、してるんすよ、バカにされてるぞこれ、いやちゃんとしてる、ちゃんとしてる、してる、してる、
だって私たちの番組がしっかりしてることによってすぐニコニコチャンネルに持っていけるとか。そうです、そうです。大事でしょ。大事大事。これ見ろ、このなんかさ、このセット感いいよね、うん、褒めろ。今褒めるタイム来たよ。褒めろ褒めろ。タルピアのここがいい。うん、やっぱり二人のパーソナリティが最高によろしいのと、やっぱりこのセットもすごく素敵でとってもおしゃれな番組に出させていただいて、もふくは感激しております。よっ、さすが社長。よいよいよ。トミーもちょっとはいいこと言いなよ。批評しろ。批評しろリンコ。二人ともね、笑顔が素敵でよろしいんじゃないでしょうか。はいはい、なんか嫌われたかな、ね、いいじゃないかな。ボキャブラリーが少ないんじゃないのこの人。大丈夫、文字書いてる人なのに ねなんかもっとすごい難しいこと、あの文字絞り出しすぎちゃって今抜け殻なんじゃないかな、ね、ついついディスってしまう方向に。これそんなことない。あのこのラジオ怖いぞ。あの魔法少女未満の説明もすごくいい文書いていただいて、ね、そう、それが夢見ネムです。じゃんダーン。チーボーさんにも褒められたの。私も言ってもらおうかな。って書いてくれるんですか。書くいくらでも。だって俺ニューエストスターだってなんだかんだでいろいろとお手伝いしてますよ。そうですよね。そうですよ。例えばその書いてもらうのは、うん、お寿司とかでいいんですか。何奢ってくれるってこと。分かんないけどいいよ、何でもビールとかなんか何でもいいですよ。はい、何でもいいです。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは最後に今週のラッキーカレー、イエーイ。何しようかな。どうもむしゃりです。どうもちゅるりでござる。今日は、うん、ジュルリエモンのコーナーだって聞いたから引っ込んでるけど、うん、どうなのかな。どうなのかな。わざわざムシャリが来てくれるなんて我が輩も捨てたもんじゃないぜ。というわけで、うん、今週はですね、何しようかな。ちょっとノープランだったけど、まあ、まずカレーがいいのかな。何のカレーがいいのかな。長いわ。今週は野菜カレー、夏野菜の入ったカレーを食べましょう。夏のうちだしね。もうすぐ。誰これ。誰だ。キャラ間違えた。キャラ間違えたぞ今。なんだ今、うん、もうすぐ夏が終わっちゃうからね、うん、最近セミにおしっこをかけられるシーズンだったけど。そうなんだ。やだ。夜コンビニに行くと、うん、セミがベチ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 してて、私は床で死んだと思ったセミが動き出して泣きそうになった。辛いね。セミ爆弾。セミ爆弾。セミ爆弾。なのでそんなセミがいる夏はそろそろ終わり、みんなで夏野菜カレーを食べて、食べて夏を味わってみてはいかがでしょうか。はい、では来週はおにぎり占いをお届けするよ。お楽しみに。というわけで、はい、夢見ネムとヤシカスナーのタヌピオラジオです。